阿部天ストリートバタフライは2016年から開催させていただいてますイベントです。このね、阿部の天王寺っていう町のこの新旧貫く、まあ、商業施設から老舗店舗まであるこの町の良さと、ストリートミュージシャンが発信できてきたこのフランプールさんとかホブクロさんとかそういう親和性のもとにこのいろんな会場を使ってたくさんのストリートミュージシャン、これからのミュージシャンを見て回れるようなサーキットイベントです。昨年の10月に開催させていただいてフランプールさんをゲストに来ていただきましたが、ちょうど10月秋の時期にさせてもらって、ストリートバタフライは毎回母の日5月に開催してて、今回も5月に開催させていただいて、実は2回目の初の開催になります。で、今回は昨年のようにスペシャルゲストさんを呼んでですね、この天芝に大きいステージを作って、たくさんの方が、若いアーティストも出ますし、メジャーのアーティスト、そして高校生から、より5月よりもさらに規模を大きくした秋の開催になります。阿部天ストリートバタフライは阿部の天王寺って街の良さを伝えたいなと思いがまず一つあります。そして続いてストリートミュージシャンがこれから羽ばたいていくこの瞬間瞬間をリアルに感じてもらえるようなイベントにしたいなと思いますので、ぜひ当日来るまでにストリートバタフライのホームページをチェックしていただいてですね、どんなアーティストが来るんだろうってチェックしてもらいつつ、阿部の天王寺の街のまあ、行きたい店とかもチェックしてもらいつつ、当日ストリートミュージシャンを見て回りながら飲食店商業施設を回っていただいて、阿部の天王寺の魅力を伝えたいなと思っておりますので、ぜひ事前にチェックしてください。